どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日はレインボーフレンズのブルーが主人公の広告のランゲーム、ブルーモンスターランというゲームを遊んでいきたいと思います。レインボーフレンズ好きな人、チャンネル登録と高評価もよろしく。ということで皆さん、ブルーです。広告のゲーム本当に手が早い。もうブルーが主人公のねランゲームが出たということで、まだレインボーフレンズ知らない人はね、概要欄に載せとくんで、めちゃめちゃ楽しいゲームなんで見てみてください。ということで始めよう。レベル1、ホールドトゥーラン。まあランゲーシリーズやからホールドうぬど急に待って、ちょっと待って、なんか何をすればいいんだこれ。なんか人参を食べ、あ、これあれだ、太っていく感じのゲームだ。オッケー、太る感じね。オッケーで、これでコインを取ってって、なんかジョーカーとかいるの今。あ、なんか上にフレディいるぞ。なるほど、降りたところにいる敵と戦うって感じか。ジョーカー、おおすごいアクロバティック、めちゃくちゃ可愛いやん。あ、ちょっと待って、攻撃してくるんか。オッケー、おりゃ肉弾戦車。オッケーすごいなブルー。あんな感じで筋肉増やしたり、まあ、太ったりして、まあジョーカーというか敵を倒していこうという感じのランゲームかな今日は。お、かわいい、かわいいな。マジで俺のアイコンなんよね。レベル2来ました。お、羽だ。羽を今回はゲットできるって感じかな。黄色の羽、もうちょっと白の羽にしていこうか。俺白の方が好きだし。オッケー、白で羽ばたけ。これでなんだこのマッチョの方取っていこうか。今度は筋肉マッチョのブルー見たいね筋肉がマッチョすぎる。オッケーオッケー、あ、羽消えちゃったけど、まあいいでしょう。これでレベル2になって、でまた今回はフレディのとこまでいけそうじゃない。フレディのとこもいけるかな。あ、いけるいけるいける、普通にいけるやん。あ、次どんなキャラやってんやろう、ちょっと見れなかったな。結構マッチョやからね今日のブルーはいいね、オッケー攻撃の仕方は変わんないんや。あ、めちゃめちゃかっこいいやん。フレディも好きやけどな、ちょっとブルーの方がプニプニしてて可愛いよな。このシーンが一番可愛いね。レベル3まで来ました。ここでゲットしたコインを使って、まあ攻撃力レベルとか上げれるんよね。まあパワー上げるか体力上げるかコイン上げるかやねんけど、コインちょっと上げたいっていうのもある。でもう一個上げれるからパンチ上げとこう。ここでね、着せ替えもできるっぽいよね。着せ替えていきます。お、なんだ？あ、ここ、あ、いろんなキャラいる。ちょっと待って。これ、エースじゃない？なんかエースいるんやけど、なんでだ？しかもハギーワギーもいるぞ。ちょっとエース使っていこうか。エースちょっと待って、かっこよさそうじゃない？この弾を取ればいいんかな？左のゲージがなんかあるんやけど、このゲージがなかなかたまらないね。で、これちょっとソーセージ食べて、ちょっと太っていこう。かわいい。かわいいんやけど、ほんとに。オッケー。プニプニしてるやつはね、だいたいかわいいっていうの、相場が決まってるんですよ。オッケー。上のやつは、あ、なんか、ストリートファイターに出てきそうなおじちゃんいるけど、あー、そこまではいけなかったか。今回もじゃあフレディ倒しに行こう。オッケー、あ、すごいな。お、すごい、おし、あ、攻撃の仕方変わってるね、今。あの、飛剣のエースみたいになってたね、ちゃんと。あ、17倍、ありがとうございます。あ、なんかダンスもちょっと変わってる感じがする。あ、エースって書いて、腕にエースって書いてるもん。ちょっとエースのマッチョ姿見たいな。マッチョ姿を見るには、多分この野菜というか、この健康的なものを食べればいいって感じなんかな。スリープかボクシング。ボクシングしようか。寝るか戦う。これちょっとアイス食べて。あー、まあでもちょっと太っちゃったな。あれ？なんでだ？最後のドーナツがめちゃめちゃ太らせたのか、俺の体を。これなんか左のやつが遠くまで行けるゲージっぽいね。オッケー？これ多分新しいキャラクターじゃない？オッケー。強そうなやつ来たぞ。なんか急に人間になったな。ここがプニプニしてて可愛いよな。おー、いいね。オッケー。おりゃ。せいや、おりゃいいね、おーおーおー。これ何のキャラクターなんやろ？これも多分なんかのキャラクターだと思うんやけどな。17倍いただきました。いいね。ちょっと太ったね、エース。マッチョの方をしたいよな。やっぱどんどん太っていくな、これ。ここで、ポヨンって跳ねて、ポヨン、ポヨン。で、マッチョの方やから、これかな？こっちの、なんやろこれ。キュウリかな？キュウリの方を食べればいいんだ。え？なんで？このゲームもしかして、太らせるっていうゲームなんかもしかすると、太る方が強いっていうパターンなのかもしれない。あ、やっぱそうなんじゃない？太った方が強い。あ、なんか筋肉に変換された。待って、25にしとこう。一番ちっちゃいやつにしといて。これ、いっぱい食べよう。オッケーオッケーオッケー。え、これ、わかんない。まだわからないんやけど、俺、このゲームの。なんか何を食べたらいいのかわかんない。太らせればいいんかな？オッケー、ファイナルパンチ。これ多分、こっち取るとダメなんじゃない？あ、やっぱりそうだ。太らせるのをメインでやっていかないといけないって感じなんだ。これ筋トレは？筋トレしたらダメなんかな？じゃあ、おー、でもなんか、OK、いい感じ、いい感じ、いい感じ。これもしっかり取って、なんかプレゼントボックスあるぞ。待って、悪魔の羽ある。これかっこいいぞ。おかわいい。これ太らせないといけないから、こっちを食べないといけないよね、これ。で、ここ食べて、OK。で、マクドナルド食べて、OK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 。結構強くなった、結構強くなったぞ、今回は。これはね、マクドナルドとこれ両方食べたい。OK？ いい感じじゃない？ちょっと贅肉も増えたけど、筋肉の塊でもあるよこの体は。しかもなんか今思ったけど、このホバーボード超かっこいいやお、なんか次の敵来たぞ。
来たぞ来た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 、あ待って、なんか屋上見えたね。そろそろ次の敵来ました。めちゃめちゃ強そうな敵来た。筋肉が違うのやつら。ここパワー書いてた、やばちょっとやられる。パワー書いてたけど、オッケー、ファイナルブローパンチ、いいね。おお体がどんどん歪んでいくこの人OK、 でもめっちゃ倒したぞ。あそうだ、これゲットしたんだ。これなんなんやろ、ちょっと広告見てゲットしてこようか。 OK、 ゲットして、うわめちゃくちゃお金もらった。プレゼントボックス、お金か。これはじゃあちょっとパンチ力とか上げていこうか。体力もめっちゃ上げて、てかめちゃくちゃプレゼントボックス美味しいぞ。ちょっと待って、ここでコイン上げるとこか。 OK、 コインめちゃくちゃ上げといた。これでコインもゲットしやすいはず。赤い翼を授けてもらい、これ多分人参食べちゃダメなんだな。でここら辺とかめちゃくちゃカロリーの高い、えあ、今度は太すぎると落ちるんや。じゃあちょっとハギーワギー使っていきたいなと思います。ダークハギーワギーになっておいて、なるほどね、空飛んでるときはこういう人参とか食べないといけない。ええわからないよ俺このゲームが。まず人参食べるっしょ。でこれパワーの方取って、こっちだな、これを取って、でこれ取って、これた、たぶんまあ一個くらいやったらいいんか。オッケーオッケーオッケー。でちょっと筋肉質になってきてるね。でここやったら筋肉取っていいんじゃないか。オッケーオッケーオッケー。これで、あダメだ、これ太っちゃダメなんだこのコースは全部。でも分かってきたぞ、ここでちょっとマッチョなハギーワギーになって、ちょこれ取らずに、オッケー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 。でこれちょっと筋肉は取っていいんか。筋肉は取ってよくって、オッケー。で人参をしっかり食べて、オッケーオッケー、いい感じで。最後もこのブロック食べて、あーいい感じじゃない、結構スリムのハギーワギーになったぞ。オッケーオッケー。あーでも奥までは、頂上まではまだいけないか。おおいいね、なんかポーズの仕方めちゃくちゃ強いぞ。え2パンチ、いや攻撃力上げすぎたかもしれない。めちゃくちゃ飛んでる、え62倍とかいってる。お金はやばい、筋肉がすごいことになってるこのハギーワギー。なんかあるぞみんな、なんかドラゴンフルーツみたいなのあるな。これは取っていいんか、ドラゴンフ、何を取っちゃいけないのか本当にまだわからないなこれ。ちょっと待って、これここも取って、オッケーオッケー。何これ、なんか電磁パワーみたいなの取って、これ太っちゃダメな、多分太っちゃダメやから、このちっちゃいキュウリを食べてって、オッケー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 。で次も太っちゃダメやから羽を取ると、白い羽取れってことかなこれ、このここに書いてる白い羽っていうのは。でこれでちょっと太らないようにこの辺も食べてと、オッケー、この辺食べて、オッケー、ほぼマックス、ほぼマックスまで来てる。ボクシングかスリープ、これさっきボクシングダメだったからスリープ取ろう。オッケーオッケーオッケー。でこれで最後はこう筋肉を取って、オッケー、めちゃくちゃ強いぞこれ、多分最強のハギーワギー完成したかもしれない。これで一番奥まで上がれるかもしれないぞ。てか待って、これなんか文字になってるな、英語のなんて書いてるかはちょっとわかんないけど、オッケーオッケーオッケー、上がれる、あ上がった上がった上がった。敵は誰になるんだ、うお、何、君はポピーやから、ポピーのやつが来たってことかな。攻撃力段違いやねんけど無駄だよおりゃー。で、ね、この子ポピーちゃんやったっけな、名前忘れちゃったけど、この女のキャラクターをポピープレイタイム出てきたね、このキャラクター。 OK62 枚、強すぎる強すぎるこのハギーワギー。さっきポピー出てきたのはハギーワギーのキャラクターやったかもしんないから、次ちょっとこのブルーでやってみようか。ブルーやともしかするとまた別キャラが出るかもしんない。オッケーオッケー。おお水中に潜り込んで、すごいちゃんとエフェクトあるんや水中の。オッケー、しっかり取ってって、これ多分取っちゃダメやろうけど取ってもいいんか。オッケー、取ってもさそう、あんまり太りすぎると多分ダメになるから、これしっかり取って、オッケー、いいよ、マッチョ、いいねマッチョすごいマッチョになってきたぞ。オッケーオッケー、この辺も取って、多分筋肉は取って大丈夫。オッケー、いいよいいよ、ちょっとマックスまではいかなかったか。おなんか新しいステージ来ました、和風ステージ来たぞみんな。これちょっとマッチョになっておいて、オッケー、筋肉を増強させて、これちょっと太らせて、あ太らせるとやっぱりこれ風に乗れないんだ、なるほどね。92とか押すとどうなるんだこれ、あ無理なんだ。じゃあこれちょっと上上がっていこうか、あこれで上上がれると、オッケー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 。でさらに力をゲットして59、これ多分黄色のバーまで行ってるから、黄色のバーのところを倒せると。でこっちはね太らせちゃ多分ダメやと思うから、こっち取っていって、まあ多少太るぐらいやっていいのかな。でこれはダブルで取っていって、オッケー、今回いけそうやぞみんな、マックスの力。オッケー、ちょっと待って、筋肉取って、オッケーオッケーオッケー、来た来た来た、マックスブルー来た、筋肉マッチョマックスマンマックスブルー来たぞ。これで敵がもしかするとポピーじゃなくてレインボーフレンズに出てきたなんかレッドとかなんかその辺になってたらちょっと面白いかもしれないけど、もしかしたらポピーかもしれない。あえいけなかったんですけど、最後まで。今度こそマックスだろ、これはさすがに。オッケー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 、マックスになってる完全に。いけるよね、あオッケーオッケー、来た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 、敵は敵は、あポピーなんかレッドとかじゃないんやこのキャラクターだと。まあ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 、でも最強の力手にしてますからね俺は。よしよしよし、まあ60倍ぐらいかな、大体60なんよね。最後まで到達してないのはこのエースブルーなんで、
このエースブルーの体力をマックスにしてワンパンで敵を倒したいね一回。でね、大体分かったけど、これね、ちっちゃくなるときと細くなるとき別にどっちでも良さそう。これ上にジャンプして、これ細くなりたかったら、あ、ここ美味しい、またあれプレゼントボックスあるやん。オッケー、これで細くなりたいときにこのどっちを取って、この間にこっち取っておいて、でもハンバーガー取っても別に大丈夫なんよね。これちょっとくらいやったら別に大丈夫なんよ。でこれで細くなりたいときはこっち取ってみたいな感じらしい。よくわからんけど、オッケーオッケー、よくわからんけど、こんな感じで俺進んでこれました今まで。秘剣のエースクルリンパあー、まだワンパンにはいかないか。オッケー、よし、ここでまた大量にお金ゲットしていきたいと思います。3499コインゲット。よし、じゃあ最後は何にしよう。もうワンパンチで決めたいから、もう全部これ攻撃力に上げるわ。全部攻撃力に変えてと、危険のエースで旅立ちたいと思います。これなんなんやろね。今思うとあれか、レインボーフレンズに出てくるあのボックスを集めるってやつだな多分。あの A とか書いてるボックスのことは本編見てたらね、あれもちょくちょく出てくるんやけど。おっと、こっち取って、ちょっと1回ぐらいこれ取っても悪い、うわー落ちるんか。ちょっとぐらいハンバーガーかじらせてくれてもよくなかったかこれ。 OK、てか結構これマックスまでいけるんじゃない？マックスまでいけそう。マックスまでいけそう？ OK？ なんだこれは、坂道があるぞ。うわ、なにこれ、なにこれ、な怖い怖い、ちょ待って待って待って、オッケーオッケーオッケー、ちょ待って、太っちゃダメ、ここ太っちゃダメなの、これ多分沈むんじゃない？ちょ待って、これこっち取って、オッケーオッケー、ほぼマックス、ほぼマックスがマックスやん俺。でここでキューブ取って、オッケー、マッチョになって16を破壊して最大限のエースになったぞこれ。強い強い。でコインも全部回収してって、フレディも通り越し、変なこれおじさんを倒していってでこのマッチョの人も多分なんかのキャラクターなんやと思うわ。最後のボスポピーちゃんを倒して、じゃあ今日終わろうじゃないか。これ多分ワンパンでいけると思うよね俺。いけるか、ワンパン、うわ来たワンパンだワンパンということで、この動画楽しんでくれたらチャンネル登録と高評価もよろしく。ってことで、また明日バイバイ。